さて今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。いやー、練馬区も結構積もったでしょうね。そうですね、明日のですね、はい、コメンテーターの森永康平さんちと僕んちはですね、まあ、普段は離れてるんですけど、はい、あの雪のおかげでですね、スキーの直角行でだいたい5分ぐらいで着いちゃうかな。そんな近くなっちゃったんですか。そうですね、雪のせいで、お互いのですね、密着度が増したと。ちょっと暑苦しいぐらいに。そうですか。スキーさえ履けばね。そうですね、時間それぐらい結構積もってましたね、昨日は。はい、はい、昨日あのニュースなど見ていましたらね、ところどころで大雪警報が増えていって、で杉並練馬区も大雪警報になった時、やはり田中さん大丈夫かなとかいろいろ心配しましたよ。ありがとうございます。一応あの埼玉県なんですけどね。いや違いますよ、練馬区は東京都ですから。23区ですよ。あれあれじゃないですあれじゃないですよ、なんかでもその田中さんのいわゆるボケが和みますよ今朝も。いやいや、ありがとうございます。すいません、ということは練馬区も数センチは積もってますね。そうですね、さっきあの、屋外見たんですけど、まだ3センチぐらいは、まああのちょっと私の家あの奥まっててですね、まあ、結構あの秩父山脈に近い方なんですけど。いやそんな行かないでしょ練馬区なんだよ、東京都なんですから、あれあれじゃないですよ、まあ、だからまあそれぐらいですね、ちょっとあの奥まったところはまだ雪残ってますけど、まあ、主要幹線と言いますかね、はい、あのメインの通りは多分ないと思います、ね、そのようですね、はい、まあ、そこは良かったなって感じのところも、ね、あります。あと昨日の夜ですね、帰宅の時に交通も影響が出たようですが、田中さん昨日は大丈夫でしたか。僕はあの昨日はですね、幸運にもあの、家で作業してたんですけども、はい、それ良かった。あのうちのですね、あの嫁かっこ鬼バージョンですね。いやいや、それ言っちゃダメ今近くにいらっしゃるはずですから、はい、今あのだいたいあの長い眠りについてますんで。あ、そうですか。長い眠りっていうとなんかいつまで寝てるんでしょうか。彼女がですね、あの帰ってくるのにあのかなり大変だったんですね。大変だったんですね、やはりね、はい。あと今停電、先ほどもお伝えしましたが停電してるところもありましてね。あ、そうですか。そうなんです。1棟4軒あたりでは停電の状況もですね、またあの新しい情報入ってきたらお伝えをしますが、暗くて、でもしかしたらその暖を取るのを電気っていう方もいらっしゃったとするならばね、きついですね。いや、寒い一夜を過ごされたということのようですね。はい、で昨日はですね、東京23区に大雪警報が発令されて、大粒の雪が降り積もる中、落雷も同時に発生。気象庁によると降雪と雷が同時に発生するのは世界でも珍しい現象だといいます。で気象庁のホームページによると、冬の日本海側では雷とともに雪が降ることがあり、このことから冬の雷は雪起こしと言われたり、ブリが取れる時期になることからブリ起こしと呼ばれることもあるといいます。まあ、ただ降雪と雷が同時に起きるのは世界でも珍しく、日本以外ではノルウェーの西海岸やアメリカの五大湖から東海岸にかけて見られる程度だといいます。雪が降る中の落雷、田中さんこれお聞きになりました？落雷、あの聞きましたね。あ、そうですか。あのかなり光ってですね、初めなんて言いますかね、窓の外が光ってるんで、はい、雪でなんか電線でもね、落ちちゃったんじゃないかなと思って、それで心配して、外出ましたらね、なんかあの雷の音が聞こえて、まあ、あのおへそも出してないっていう感じなんで、い寒いですから、どっちなのかはっきりしてくれと、いうような感じがあってですね、そういう、感覚にとらわれた。ただな、あの雪国の人たちは先ほどあのご説明があったように、はい、あのしばしば経験されているようで、まあ、関東では多分珍しいかなと、ね、はい、はい、田中さん今朝もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。
時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。八百万の下々さんは熊谷市西沼の、ルート407の某コンビニに寄りました。埼玉県道385号線とルート407は基本的に雪は溶けていますが、ところどころ凍結していますといただきました。情報ありがとうございます。やはりところどころ凍結しているようですから、特に歩く方、車運転する方、お気をつけになってください。それではニュースピックアップ、まずこちら。産経新聞、大雪首都警戒。本州の南岸を進む低気圧の影響で関東甲信山沿い山地を中心に大雪となり、平地でも雪が降るとして気象庁が昨日、積雪路面の凍結による交通障害に警戒を呼びかけました。自動車用品店にはですね、備品を買い求める人が訪れるなど厳戒態勢が取られたといいます。あと首都圏では企業学校早めの帰宅も促しましたね。東京駅、雪の影響を懸念して午後3時過ぎには仕事を終え、帰路につく人の姿が見られたといいます。田中さんは、今回の大雪にあたっては何か準備対策はされました？はい、とりあえずですね、食料は買っとこうかなと。まだ雪が降るはるか前ですけどね、それは買い出しに行きましたね。はい、それぐらいですかね。ちょっと東京であまり雪っていうのを経験は皆さんもそうでしょうけど、あまりないので、何していいのかちょっとこう想像力があまり働かないっていうか、あと、シャベルですか、家の前雪かき用のね、雪かき用の、それはどこにあるかなと、探して手元に置いておいてですね、いざとなったら家庭内不安に役立てようかなと。そちらもですか。なるほど、お父さん頑張ってるみたいなね。いやもうね、そういったところも大事ですから。嫁ゾンビ襲来みたいな。いや待ってください、言いたい放題じゃないですか。いやだけど先ほどもお伝えした通り、停電というのがやはり雪の時にはあるっていうのを忘れちゃいけなくてですね、電線重みで切れちゃったり、倒木で電線切れちゃったりだとか、いろんな原因がありますんで、この停電対策というのも必要のようですね。そうですね、特に昨日今日はですね、首都圏は雷も鳴ってましたんで、落雷で停電とかね、変電所とかね、起こったらこれ本当大変ですからね。そうですね、そのあたりも注意が必要というのが分かりました。続いてはこちら、日経新聞、日経平均年内最高値5割。日本株の先高感が広がっています。金融情報サービスが発表した1月の株式月次調査によると、日経平均株価が年内に過去最高値を更新するとの回答が5割に達しました。アメリカ景気が好調を維持することに加えて、賃上げを起点とする賃金と物価の好循環が実現するといった条件が整えば、さらなる株上昇につながる、こういうふうに見られるということなんですが、日経平均1989年12月29日につけた過去最高値3万8915円を更新する時期、2024年12月末までという回答が 29%、 2024年6月末までが 16% でした。日経平均株価が年内に過去最高値を更新するという回答、これが5割に達したということですが、これは田中さんどうご覧になりますか？そうですね、日本経済のもともと持っている、ポテンシャルって言いますかね、潜在的な能力を十分に生かせば、この日経平均、これ自体を目的にするわけではないんですが、やはり株価っていうのは経済のですね、体力を示す、バロメーターみたいなものですから、日本のポテンシャルを考えたら、とっくの昔にですね、超えてても不思議でも何でもないんですが、なかなかこの政策のミスが重なって、今まで来てしまったわけなんですよね。で、多くの、企業の人たちとか、あるいは民間の予想なんかも見てもですね、年内日経平均最高値上回るんじゃないかという人は多いんですが、やっぱその時に注意すべきなのは、今言ったですね、政策の失敗っていうものを極力避けなければいけないと。日本の場合は財政政策、これは政府が行うものですね。そして金融政策、日本銀行が行うもの。
それぞれがですね、この日経平均が別に目的にしてるわけじゃないですが、日経平均の最高値ぐらいを超えてですね、我々の生活がより豊かになるまでですね、まあ、アクセルを緩めることなくやってほしいなというふうに思ってますね、はい、ところでアメリカの FRB ですが、パウエル議長がインタビューで経済が強いため利下げをいつ始めるかという問題に慎重に取り組めるなどと述べて利下げを急がない姿勢を示したと、まあ、これを受けて5日のニューヨーク株式市場、高い金利水準が続くという見方から売り注文が増えてダウ平均株価一時400ドルを超える値下がりとなったといいます。まあ、現在どうかというと、取引を終えて、まあ、結果的には前の日よりも274ドル30セント値を下げた3万8380ドル12セント、これで取引を終えているということですね。そうですね。ちょっとアメリカの経済、特にこの FRB の金利をもう下げるんじゃないかと、はい、そういったですね、観測がちょっと強く出てるというふうに前々から思ってましたんで、これはまあ一時的なこの調整ですね、はい、それほどやはりこのパウエルさんの言ったようにアメリカ経済が底堅いと事実上、はい、まあ、ソフトランディングしたと、はい、利上げをしてですね、物価を抑える形で、そういったことがですね、まあ、明らかになってきたので、そんなですねやっぱり利下げを急ぐ必要はないということのこの、まあ市場関係者が、まあ納得するような時間まではこういった株価の調整みたいなことは起こるでしょうけどね、まあ、そんなに心配することはないと思います。ただ日本経済に与える影響っていうのはやっぱありましてね、はい、ありますか。アメリカがですね今金利を高いまんまにしていますから、まあ、日銀が、例えばですね金融緩和を維持するのであれば、まあ、円安傾向が続くと、はい、でそれによってですね、先ほどの日経平均株価、特に輸出産業とか、輸入、競争企業であるとか、そういったところがですね率先してこう株価を上げていくというような状況が、まあ、保たれるということなんですが、もしここでまあ日銀がいわゆるまあ出口政策、広い意味のですね、はい、特にマイナス金利解除とかそういったものを急ぎすぎてしまうと、市場のですね様子が、まあ、日経平均株価を中心にですねかなり変わってきてしまうと、悪い方向にですね、まあ、それはできるだけ避けてほしいなというふうに思ってますね、はい、時刻6時20分です。時刻6時32分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。 OECD 経済協力開発機構は昨日発表した経済見通しで2024年の世界経済の成長率を 2.9% と予測しました。23年11月の前回見通しから 0.2 ポイント引き上げました。世界のインフレ率が想定以上に早く低下したとして、24年前半の利下げを見込むアメリカの成長率を上方修正したのが主因だといいます。多くの国で物価上昇、インフレは想定よりも早く収束に向かっていて、アメリカやユーロ圏では24年中に利下げが実施されると予測しました。ただ金融引き締めの影響で不動産市場の低迷が続くことなどで23年の 3.1% よりも鈍化する見通しだといいます。インフレが予想よりも早く収束に向かっているということなんですが、田中さん、この経済見通しはどう受け止めればよろしいでしょうか。そうですね、まあ、経済見通しはだいたいこう外れるんですけど、まあ、特に今回の、発表で注目すべきなのはプーチン大統領が結構喜んでるんですよね。プーチンが喜んでる、ロシア経済が、まあ、去年もですね2022年のこのウクライナ戦争初年で、各国の経済制裁で、まあ、ロシア経済は極端に落ち込んだんですよね、はい、マイナス成長でした、ええ、でそこから去年は2023年は大ジャンプしたんですよ、はい、結構高い成長率で、でもこれはまあ反動増ですから、あんまりもう感心したもんじゃないんですが、でところがこの今年かなりですねその勢いが持続するので、はい、
欧米各国に制裁を受けてもロシア経済は強靭であると、はい、プーチン大統領が誇っているという報道を目にしましたね。ただまあそこで注目すべきなのは2024年は確かにまたねロシア経済、そこそこ高い成長率なんですが、はい、来年は極端にまた落ち込むんですよ。つまり、まあ、経済制裁はなんだかんだ言って、ロシア経済を歪める形になっていましてね、はい、いわゆるこの軍事ケインズ主義っていうのがあるんですが、軍事部門にどんどんですね財政支出お金を突っ込んでると。でそれによって、軍事部門を中心にしてお金がロシア経済の中に出回って、でそれでなんか見かけこう活況を呈するような感じはなるんですが、民間部門が低迷してるんですよね。ですのでそういったものが、まあ、ボディーブローのようにロシア経済に効いてきて、今年は結構高いんですが、はい、来年になったらまた失速するとそういうふうなことを、まあ経済見通し立ててましたね、はい、また後ほどお話伺います。時刻6時41分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。昨日午後から関東地方を襲った大雪、交通にも影響が出ました。東京23区と多摩地域には大雪警報が発令され、都内を含めた積雪や路面の凍結による交通障害、こちらに警戒するよう呼びかけられました。まあ、現在は大雪警報はもうすでに解除されています。昨日から今日の空の便にも影響しまして、日本航空と全日本空輸、スカイマークの3社で昨日午後9時の時点で国内線と国際線合わせて129便が欠航、およそ1万4300人に影響が出ました。今日も影響が残り3社で33便の欠航が決まり、およそ3380人に影響が見込まれています。雪の影響で首都高速、東名高速、中央道、関越道など関東地方中心に広い範囲で通行止めとなりました。昨日午後11時現在で通行止めとなっていたのは首都高速、東名高速、新東名高速、圏央道、中央道、関東道、上信越道、東北道、外環道、常磐道など、まあ、ほとんどまたは一部の区間で、まあ、この他にも関東から東海中心に広い範囲で通行止めとなっています。田中さん、改めて空の便、高速道路への影響も今回も大きいですね。そうですね、やっぱ特に、まあ、首都圏中心に、雪に弱い体質をですねあらわにしてるなっていうふうに思いますね。はい、JR 東海によりますと、東海道新幹線、昨日大雪の予報を受けて品川と熱海の間速度を落として、運行したということで、運転をしたというんですね。最大10分程度の遅れが出たといいます。で今日もですね、雪の状況によっては遅れが発生する可能性があるとして、最新の情報をホームページで、見てほしいと、まあ、こういうふうに言っています。今いろいろと新幹線もですね、東海道新幹線、現在この見ている限りですと、現在東海道新幹線に関しては平常運転と、事故遅延に関する情報はありませんと、ホームページを見ると、まあ、そのように出てきますね。まあ、しかしこの警報級の雪というふうに言われました。一時この大雪警報も出ました。新幹線、まあある意味10分の遅れで済むってのは大したもんだなという言い方もできますね。まあそうです ね、 なんか今回のこの雪かどうか分かんないんですけど、はい、動画見てたらですね、なんか新幹線が通過するとホームで待ってた人がですね、はい、その新幹線の振動で、はい、雪がですね新幹線に降ってきて、はい、でそれがそのまんまですねすごい勢いでホームにいる人たちにぶつかっていくというですね、はい、降り注いでしまうと、なんかそういうこともあるんだなと思って。そうですね、思わぬところで、まあ高速道路走っててもですね、前走ってるバスとかトラックがですね、はい、雪落としてって、それ結構なんか岩みたいな感じでね落ちてくる時もあるんですよね、まあ、そういった思わぬ、まあ、アクシデントもありますんで、皆さん本当に注意してください、ね、そうですね、今日車運転する方もしくはそのね、はい、外出歩く方は注意が必要ということですね。そうですね、はい、さあそれではここからは田中さんにこのテーマで話を聞きます。
日銀が春にもマイナス金利解除か、好循環に自信。日銀は今年の春闘での賃上げ状況を受けて4月にマイナス金利解除を決断するという見方が大勢となっているという指摘があります。マイナス金利政策の解除が近づいているという観測が高まっているというわけなんですが、田中さん、この高まりというのはどうご覧になりますか？日銀が、非常にですね、浮き足立って、いわゆるこの金融緩和の出口に当たるようなマイナス金利の解除を急ぎすぎるっていうのは、愚策だと思いますね、正直言って。どうしてかというと、賃金と物価の好循環、これを簡単に言うとですね、賃上げすると、でそれによって我々 の所得が増えるので、消費が増えて、でそれで経済がですね、活性化していって、物価もまた上がっていくという形なんですよね。いわゆる我々がお金を使わなきゃいけないわけなんですよ。はい、で去年も賃上げがありましたが、お金はあんまり使いませんでした。つまり消費が、あまりですね伸びませんでしたね。で、しかも消費をですね今主導している人たちは、賃金で所得がアップしている人たちじゃなくて、いわゆる高齢世帯、年金生活者であるとか、あるいは資産運用をしている高齢者の消費がですね、かなり牽引しているっていうことが、家計調査なんかでも明らかなんですよね。はい、でつまり、働いて、賃金が増えて、それで消費を増やしていくっていう人たちは、未だに、去年は眠ったまんま、で、消費が伸び悩んでるっていうのは、日本経済がいまいちパッとしないっていう状況の、ともかく、中心的な原因なわけですよね。はい、でそれのか、が解消するかどうかは依然として不透明なわけですよ。今年また賃上げすると、で去年よりも増えると、でそれが本当に消費に向かうのかと、消費せずにみんな溜め込んでしまうんじゃないかっていう見方もあるわけなんですよね。はい、でその消費が本当に増えるかどうかを待って、それからですね、マイナス金利解除とか金融緩和のですね出口を模索するんであれば話は分かるんですが、どうも日銀はですねかなり自信満々で、賃金が上がったら即こう消費が回復して、それによって、インフレ目標も安定的に達成されて、はい、金融緩和と、緩和解除と解除、いうふうなことをですね、なんていうか、自信満々みたいなんですが、それはおそらく違うと思いますね。今の、足元のデータを見てみてもですね。はい、つまり、マイナス金利は、多分、マイナス金利の解除はしたいわけですよ。これ、1月のですね、日銀の政策決定会合の議事録を見てもですね、僕から見たら浮き足立ってるなっていう人たちが、2、3名いるわけですよね。つまりもうマイナス金利解除ありきみたいな人たちが、はい、おそらく上田総裁と、執行部の方だと思うんですね。でそういった人たちがおそらく経済の実態、我々の生活実感とは違う形で、僕はしばしばですね、マイナス金利解除は上田総裁の趣味だって言ってるんですが、そういった何て言いますかね、金融緩和の出口を模索しているようなシグナルとして捉えられるようなことをですね、日銀が、発信するっていうのは経済の先行きに対してですね、不透明感をもたらしてしまうのでやめた方がいいんじゃないかなと思うんですが、頭がいい人なので分かりません。そうですか。田中さんがデータを見る限りはもっと待つべきだということなんですが、日銀の政策、株価にも影響を与えます。日経平均株価はですね、年初から上昇を続け、バブル崩壊後の最高値何度も更新し、1月22日終値が36,546円、1990年2月以来の高値となりました。昨日もですね、36,354円16銭と、この36,000円台を維持しています。失われた30年をようやく出し始めたという声も聞かれるわけなんですが、田中さん、この状況どうご覧になりますか？多分ですね、上田さんが政策決定会合が近づくにつれて、そういったマイナス金利解除の、発信に近いようなことを言いかねないので、はい、さらにですね、日銀の一部とおそらくマスコミの一部が連動してるんですよね。はい、いわゆるリーク問題っていうのがありますね。事前に政策の具体的な内容が特定のマスコミに流れてしまうと、はい、そういったことを繰り返してますんで、それによって
ですね、マーケットの方もそういったマスコミの報道を見てですね、かなりこう不安定化すると、つまり日経平均であえて見るとすればですね、マイナス金利解除、近しとなると、日経平均はおそらく下がっていくと、はい、で逆に、別な理由で、また先送りになると日経平均上がると、極めてまあ不安定な動きをですね、株式市場に与えるでしょうね、はい、先ほど寺島さんがおっしゃったように、年初からかなりですね、日経平均 株価一本調子で上がっていったんですが、日銀の政策決定会合の、前あたりからですね、はい、やはりこのマイナス金利解除、するんじゃないかしないんじゃないかということで大きくブレーキがかかって今その、まあ、3万6000円台ですかで、停滞しているわけなんですよね、旗から見たら、はい、本当はもっとですねそのまま上がっちゃってですね、バブル期の最高値ぐらい超えた方が、まあ、個人的には面白かったなと思うんですよ、やはりこのそういった、一つのですね、社会的な、なんて言いますかね、象徴みたいなもんですから、はい、バブル期超えっていうのはね、それを超えた方が、経済もね活気が出て、まあ、お祭りみたいなもんで、ですけどね、先行きにみんな明るい気持ちになるんでしょうけど、はい、まあ、上田さんがね、まあ、出てくるたんびにああとなんかブレーキかけられるなと、まあ、大体日本のなんて言いますかね、政策当事者も、政治家もあるいはまあマスコミもそうですがなんか株価が上がると悪いみたいなねすぐバブルとか言うじゃないですか、そうかバブルを、ねこうね、でもはっきり言って、今から、30年以上前のですね、最高値を超えていないこと自体がおかしいわけ で、ね、別にそれ超えてるのが普通ですよね、普通だったら、はい、もう正直2倍3倍になったっていいわけなんですよ、はい、でそれを超えられない日本のね現状の方が問題であって、はい、それをねバブルとか言ったりバブル、行き過ぎであるとか ね何かそういう風なことはちょっとおかしいなと思いますよ ね、まあ、ね、あとまあ株価よりも我々の生活、はい、先ほど言ったように消費安心してできるような、ね、はい、社会にしなきゃいけないと思いますよ、30年前から 2% 3% 4% 経済成長していたとするならば株価だって上がって当然なわけですものね。そうですよ、だって3% ぐらい成長していたらですね、まあ20年ちょっとぐらいで株価倍になるんですよ、はい、だからもうそれよりもですねもう30数年経過してますから、はい、2、3倍になったって何の不思議でもないんですけどね、何かこのやはり、ね、何度も言いますがこの30年返してみたいなそんな感じがしますね。そうですね、ついで俺の髪の毛もね30年前 いっぱいあったんですけど、それとこれとは、はい、ニュース最前線でした。時刻6時54分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。今朝も驚きのニュースがたくさん届いています。世界的リゾートでコロナ後に外国人観光客が殺到している北海道ニセコ、ここでは今バブル現象が起きていてキッチンカーのメニュー価格がとんでもないことになっているというんですね。人気はチキンカレー3000円とカツ丼3000円、あえてこの値段設定にしているというんです。その訳、出店者はこう話しています。安くしたことがあったんですけど安いということは品質が下なのかと思われて売れなくなっちゃったので値段をまた上げました。外国人観光客にとって安く感じるようでして飛ぶように売れているというんですね。天ぷらそばなんと3500円、これでも安いなんて我々日本人からしたらも信じられないんですが、田中さんどう思います？いやー本当 ねちょっとこれが普通になっちゃうと、一般の生活で、まず文化放送さんに、出演料のちょっと待ってください。その前に田中さん2人で作り行きましょうよこれ。天ぷらそばとか天ぷらそばを作りに行くんですか？作りにねえ、働かなきゃいけないの？いや働くんですよ。なんか飛ぶように3500円、一食すごい、原価いくらなんだろうみたいなね。いやそうですね、僕お蕎麦はダメなんですけど、ケーキは作れるんですけど、
パティシエなんですか。はいはい、あの昔よくトークイベントでですね、あの田中が作ったケーキ、あの特典でですね、食べさせて。そうなんですか。内容には保証がありませんみたいなね。それじゃダメじゃないですか。で1000円の熱燗を飲んでいたニュージーランドからの観光客は安いと話していたと。まあ、日本人だったらどう考えても高く感じる、まああのね、1合1000円のこの高級的なこの日本酒もありますよ、ありますけれども、これそうでもないんだろうな。で外国人にとっては店で食べるより安いというんです。で高騰の背景にはやむを得ない事情もあると。キッチンカーの出店者曰く、移住してニセコに家を借りていて、バイトの時給出店料も高いと。ニセコはぼったくりとよく言われるが、やっていくにはこの値段しかないというんですね。土地の所有者に支払う一月数十万円の出店料に2000円に及ぶアルバイトの時給、経営続けるためには価格を上げるしかないというんです。あ、こういう事情が田中さんあるんですね。そうですね、やっぱね、コストが高くなっちゃって、はい、やむにはやまれず上げてる面もあるんでしょうね。そうなんでしょうね。ただそれでもやっぱ高いって気がしますけどね。でも海外の人は安いって言って買うんですからね。あ、やっぱそこの ね円安が大きく効いてるんでしょうね、おそらく。あと、まあ来る方々もお金持ちっていうのもあるんでしょうね。あ、そうですよね、まあそんなに多いんですかね、世界の富裕層って。こんなニュースもあります。他人である小学4年生の男子児童に殴るなどの暴行を加えたとして神戸市に住む無職の男67歳が現行犯逮捕されました。男は路上で80代の母親と口論するなどの親子喧嘩をしていました。その様子を近くの公園で友達と遊んでいた男子児童がたまたま目撃。喧嘩の仲裁に入った際、男が手で肩を殴る暴行を加えた疑いが持たれています。親子喧嘩の仲裁に入った小学生に暴行、とんでもないですね。本当そうですよ ね、全く、まあ、激高しすぎていたってことがもしかしたらあるのかもしれない。でもそれで冷めなきゃダメですよね。そうですね。子供に仲裁されちゃったよ、恥ずかしいっていうくらいのね。さて最後はこんなニュースです。ミス日本公式サイトが2024年ミス日本グランプリを獲得したウクライナ出身のモデル C のカロリーナさん26歳のグランプリ辞退を発表しました。椎名さんは週刊文春で美容外科医の前田拓磨氏との手つなぎデートなどが報じられました。カロリーナさんは自身の SNS に投稿し、この度は前田様の奥様ご家族の皆様並びに関係者の方々にご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げます。不倫の認識があったことを謝罪して事務所への説明に事実と異なる点がありましたなどと説明しています。2024ミス日本グランプリを獲得したウクライナ出身の女性モデルが不倫、田中さんこれはどう受け止めてますか。そうですね、結構驚きましたよね、はい、まあ、ミス日本今回の件についてはね、社会的にまあ論争がありましたけれども、まあ、個人的に私はミス日本10年前から、まあ、ミス日本の人たちとも個人的にトークイベントとかで、はい、交流もあったんで、結構注目しているイベントだったんですが、今回のことでこう、ね、ちょっとミス日本 の、 このブランドイメージ自身が、大きな問題になってしまっているのかなっていう気がしますね、はい、間もなく7時です。本州の南岸を低気圧が進んだ影響で関東甲信の広い範囲で大雪となり、平地でも積雪となっています。雪のピークは過ぎたんですが、気象庁積雪路面の凍結による交通への影響に十分注意するよう呼びかけています。午前6時の積雪見ると群馬県みなかみで83センチ、栃木県の日光で45センチ、前橋8センチ、東京都心7センチ、埼玉5センチ、横浜宇都宮3センチ、千葉で2センチとなっています。まあ、平地でも雪が積もったということなんですね。で雪のピークは過ぎたんですが、気圧の谷あと寒気の影響で引き続き雪が降るところがある見込みだといいます。気象庁積
積雪、路面の凍結による交通への影響に十分注意するとともに、電線、樹木への着雪、雪崩にも注意するよう呼びかけています。広い範囲で雪が溶けていませんから、最新の交通情報を確認して時間に余裕を持って行動するとともに、特に足元に気をつけてください。さて、その鉄道状況なんですが、 JR 中央本線、倒木などが相次いで、高尾駅と長野県内の富士見駅の間で運転見合わせていますが、 JR 東日本によりますと、今日の昼頃から運転再開を予定しているといいます。中央本線では昨日ですね、山梨県内中心に倒木のほか竹が倒れ込む被害などが相次いで、東京の高尾と長野の富士見駅の間、上下線運転見合わせていました。でこの影響で新宿と山梨、長野を結ぶ一部の特急が途中の駅などで12時間以上にわたってほぼ動けない状況が続き、普通列車も複数の駅で停止したといいます。で、JR 東日本によりますと、このうち山梨県内の大月駅に止まっている特急開示には、今朝のですね、午前2時の時点で800人が乗車していたと。で午前0時ごろ体調不良で乗客1人が病院に搬送されたとしています。また甲府駅に昨日の午後3時前に到着する予定だった特急あずさ34号、およそ13時間後の今朝4時半ごろにようやく到着したといいます。こういう状況だというんですね。これ田中さん、こういう状況で長い時間ですね、閉じ込められた方っていうのは大変な思いされたってことなんですね。そうですよね、だからエコノミー症候群に近いようなね、状況も出てくると思いますんで、本当に注意してほしいんですが、でね、ちょっと軽めの体操だとか、はい、特に水分補給とかなかなか難しいですよね、逆にね。そうですね。またですね、昨日関東直撃したこの大雪で都心の交通網にも影響が出ました。無人運転の新交通システムゆりかもめ、昨日の夜9時15分ごろ、雪の影響で竹芝駅と汐留駅の間と汐留駅と新橋駅の間、合わせて2本の列車が動けなくなったため、乗客550人を軌道上に降ろし、汐留駅まで歩いて誘導したといいます。乗客によると、汐留駅の 20〜30メートル先で止まった後、車内が突然暗くなりました。で非常灯がついたと。でおよそ10分後、駅まで歩くようアナウンスが流れてドアが開いたというんですね。雪が降った軌道の上を歩く、これ高いところにありますからとんこれ高所恐怖症だったらもうすくんじゃって歩けないでしょうね。いや僕そうなんですよね、だからよかったなんでも、遭遇された方々は本当にね、お気の毒っていうか、はい、寒かったでしょ、本当に寒いでしょ、吹きさらしもいいとこですもんね。そうですよね、なんか僕なんか本当ね、多分帽子もかぶってないですからね、そうかなりきつかった。そうですか。多分ね、つるつるなんで、風でですね、はい、頭皮が切れちゃって、もうぶっちゃなみ。いやいやいや、流血ですか。いきなりゆりかもめ乗ってんのに、はい、流血デスマッチみたいな。いやいや、そんなところで効果歩きながら自分一人で流血デスマッチしてもね、もう大変ですよね。周りの人は何が起きたんだって驚きますよ。もう猪木呼べよっつって。猪木いないし、天国から呼びますか。ババ呼べとかですね。いや、空から見守ってくれてるとは思うんですけどもね。でも今朝も交通状況には注意していただきたいですね。はい、そうですね、はい、時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授、田中秀富さんです。田中さん、この放送の後は外に出るご予定ありますか？いや、ちょっとあります。少しありますか。今ですね、場所にはよるんですけれども、今朝積雪、シャーベット、アイスバーンなどかなり路面の状態が悪くなっているということです。先ほどリスナーからもですね、ところどころ何かこうアイスバーン状態になっている、特に歩く方、そして車運転する方、お気をつけいただきたいのですが、特に注意する場所というのが、4つ挙げられています。この雪道を歩く際、特に注意すべきところは、
歩道橋の上、あと橋の上ですね、地面と接していないので地面からの熱が伝わりにくく凍結しても溶けにくいんだそうです。で、2つ目はバスやタクシーの乗り降り場、人の乗り降り、あと車のタイヤによって雪が踏み固められると滑りやすくなると。3つ目、横断歩道、ここ注意してください。特に多くの人や車が通ることで雪が踏み固められやすくなるだけでなくて、特に白線の部分、白い線の部分は水が染み込みにくく薄い氷の膜ができやすいんだそうです。4つ目、地下への出入り口、建物への出入り口、靴の底についていた雪が出入り口付近に残っていることもありまして、地下へ降りるとき段差があるためさらに危険が増すということですね。まあ、この大きく言って4つの場所ご注意ください。また歩き方なんですが、寒いからといって手をポケットに入れたり歩きながらスマホをするの大変危険です。で、手が使えないと急な動きに対応できませんから、万が一転倒した時に大怪我と、ね、頭打っちゃったりとか、そういうふうに顔面打撲とかなる可能性もありますんで、手はしっかりと出して歩くということ、あと荷物もなるべく手に持たないようにバッグ、これリュックサックを背負うなど、こういう背負うタイプのものが、おすすめだと言います。両手は自由に使えるようにしておくってことですね。で、もし不幸にして転んでしまっても、体を強く打たないよう洋服も、分厚めのこの服装ですとかクッションの代わりになりますからね。あとは洋服の素材が濡れにくくて撥水性のある素材の模様のものをおすすめだそうです。まあ、洋服濡れちゃうと体が冷えやすくなると。あと歩き方としてはなるべく狭い歩幅で、ペンギン歩きなんてよく言いますけれども、足をまっすぐに下に踏み込むようなちょこ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 こう歩くと転びにくくなるということですから、覚えておくとこれは参考になりますね。私もこの後少し外出の予定がありますんでね、まだまだ歩道特に雪残ってるんですよね。そうですよね、やっぱ特に東京で長く住んでると本当に雪道慣れてないですからね。はい、まあ、僕なんかよく言われるんですよ、性格の悪い人たちに、これで滑ってですね、頭でブレイクダンスするんじゃないかと。そうだ、基本そうなんですけどね。基本そうだ、認めてるじゃないですか。何認めちゃってるんですか、田中さん。はい、さあそれではニュースピックアップいきましょう。今度はこちら、日経新聞、選ばれる国へ半歩。政府は技能実習に代わる新制度の方針案を自民党の委員会に出しました。現在はですね、原則認めていない転職の要件を緩和するとしています。本人の意向による転職を制限する期間を業種ごとに就労1年から2年の間で設定できるようにします。関係閣僚会議の決定を経て今国会への関連法案の提出を目指します。転職の制限めぐっては政府と緩和への慎重論が根強い自民党の間で調整が難航していました。人材流出を懸念する地方の事業者などへの配慮を追加して党側が了承しました。新制度の育成就労は人材の育成と確保を両立させるのが目的です。外国人材に選ばれる国へ制度が半歩進むことになるということなんですが、田中さんこれはどうご覧になりますか。まあ、技能実習制度はですね、まあ、簡単に言うと衰退産業を支えるために外国の人たちを、まあ、低賃金やあるいはまあブラック的なですね、環境で、まあ、雇用し続けるということで、まあ、社会問題化したわけですよね。で、今回はそのなんていうか、まあ、マスコミ受けするような選ばれる国ですか、になるようにこの技能実習制度を新制度に改めるということなんですけれども、やはりまあ基本的な発想としてはですね、外国の人たちを、まあいわゆる今言った衰退産業的なもので、を支えるためにですね、捨て駒にするような発想ですよね。はい、これはまあ人道的にもどうなのかなっていう発想がやっぱ、根強くあると思います。はい、私はですね、例えば日本経済全体で、本当にこの経済成長が安定化すればですね、やはりもう、不可避なのは新陳代謝が活発化していくと、これはまあ経済のノーマルな動きなので、これはまあ否定できないんですよね。はい、そういった点では、まあ、衰退産業のに、お金や人材を貼り付けるのではなくてですね、そこら辺はある程度こう、まあ
申し訳ないですけど、やはりこの経済のね、あのダイナミックの前にはですね、こういったまあ外国の人たちを活用するんではなくて、はい、自らが新しいですね、あのビジネスで生き残ってほしいなっていうふうに思いますね。はい。まあ、今回この新制度の育成就労というものはですね、3年間の就労、これを認めるもので、その間により高いその技能レベルの高い特定技能1号の水準に育てることを目指すと。でその後の試験などを経て熟練労働者である2号になれば制限なく在留資格を更新でき、家族帯同も可能になると。条件を満たせば永住権も申請できるほか、高度専門職などに移行できると、まあ、こういうことのようなんですね。だからまあそういった形でですね、まあ、なんか選ばれる、はい、国っていうね、本当になんかあの甘い言葉だと思うんですが、はい、外国人労働者を、まあ、都合いいような形でですね、はい、まあ、雇用していこうという思惑なんですが、やはりね、本当にまあ人手不足が深刻な業態、例えば、福祉関係で福祉介護であるとか、はい、あるいはまあ建築であるとかですね、そういったところで、まあ、長期的にですね人材育成をするのであれば、やはりまあ国内人材をですね、まあ、つまり日本人ですよね、の、労働力をですね、まあ、安定的にこう活用していくような仕組みの方が、優先ではないかなというふうに思いますね。はい、やはりこの外国人労働へのシフトっていうのは、これバブル期の時もですね、かなりこう進んでいったんですよね。で経済が安定すると、こういった問題がですね、やはりまた再現してくるのかなと。人手不足は悪いことではないので、はい、それを使ってですね、我々が働く職場の環境を、はい、まあ、改善していけば、人手不足もですね、解消していくと思うんですよ。はい、ところが、まあ、マスコミとか財界なんかはこういった、まあ、はっき率直に言ってですね、人権無視をした形で外国人労働者を、海外から、衰退産業を補填するためにこう導入していくっていうね、やり方をずっと取っているんですが、それやっぱおかしいわけで、はい、職場の環境をともかく向上させるためには、人手不足を活用して、国内つまり、はい、日本人の雇用をですね、促進していく、職場の改善をしていく、そういったことを、に、注力すべきだと思うんですけどね、はい、どうもなんかね安易な方向に流れていく、はい、ってるような気がしますね。まずはだから国内からってことですもんね。まさにそうですね、こんなね複雑な制度を作って、外国の人たちによくわからないようなね、はい、ハードルを課すよりも、我々国内で働いている日本人の雇用をですね、もっとですね一段と改善して行く方向で、はい、財界も、政界も考えるべきなんですが、なかなかねそこら辺がまあ安きに流れるという形でしょうか ね、これはね。そうなんですね。ですからまあ考えようによってはその海外で人材の取り合いをしてるみたいなもんですもんね、これ。だから海外で人材の取り合い、これもね、なんか非常に誇張されてるような感じですよね。だからまあつまり、海外人材をこういった、衰退産業の人手不足に、補填するための、まあ、美名としてね、はい、世界の人材獲得競争が、まあ、活発化してると、はい、でもね世界の人材獲得競争 が過熱してるっていうのは、大体今、ご紹介があったようなどちらかというと未熟練的なですね、はい、労働者よりも技能の非常に高い専門職の人たちの人材獲得の競争がですね激しくなったっていうのは聞くんですが、いわゆるこう日本語のですね技能検定がのレベルがどうのこうのっていう形で、つまり未熟練的なですね労働者がこれから、まあ、技能を高めていくというような話の、まあ、人材獲得競争が過熱してるっていう話はですね、ちょっとあまり聞かない。それあまり聞かないんですね。だから、まあ、もっとですねこう、まあ、学歴が高く、まあ、専門的な技能が高い人たちの獲得は過熱化していますが、まあ、だからね、なんて言いますか、こうマスコミも一緒になってですね、こういった、外国人労働者をですね、自国の都合のいいような形、時にはまあ人権無視するような形でですね、まあ、活用していくっていう、こういった社会的な流れ、
っていうのはですね、やはりこれストップかけないといけないと思いますね、はい、そのためにもやはりこの日本人の雇用の環境のですね、改善というのをまず優先すべきだというふうに思いますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、アメリカ時価総額世界5割迫る。アメリカ企業の合計時価総額が世界全体の5割に迫っています。アメリカ株への集中度はおよそ20年ぶりの高さとなっています。米中のテック企業が景況感の違いや生成 AI 人工知能開発競争で明暗を分ける中、マネーが中国からアメリカに流れています。中国テック企業の勢いは続かず、近年はアメリカ勢に引き離されています。アメリカ企業合計時価総額が世界全体の5割に迫っているということなんですが、田中さん、これはどう受け止めますか？まあ、しょうがないですよね。あの中国のテック企業なんかに対してもですね、はい、まあ、あの習近平政権はあのバブル潰しということで、はい、まあ、いわゆるまあ富裕層をですね、締め上げるというような政策を取ってきましたから、はい、当然、まあ、あの先行きがですね、不透明になってしまって、海外の投資家がやはりこの中国からですね、逃げてきて、で今あの日経平均株価も上がっているその背景には、まあ、外国人投資家の力ありますが、それはまあ中国市場を嫌って日本に逃げてきたり、あるいは今ご紹介にあったようにアメリカ株の方にですね、はい、大きく、海外投資家があの向かっているという流れで、まあ、これはまあ中国との関係で言えばですね、中国政府自らが招いているということでしょうかね。で、あと、まあ、あのアメリカのこの金融、引き締め政策がですね、大型の予想を裏切ってですね、なんか今のところ、まあ、あの物価が低下していって、なおかつ雇用とかですね、生産、そういったところにあまり ダメージを与えない形で、いわゆるまあソフトランディングというんですか、はい、軟着陸しそうだということで、そういったことも好感されて株式市場が、まあ、盛り上がっているということだと思います、はい、世界的な AI 開発競争でアメリカ優位が強まっていることも、アメリカ株への集中度が高まっている要因という指摘があります。まあ、そんな中、投資家は中国株に代わるこの資金の配分先をアジアでも探していると。世界の投資家、習近平政権への懸念から資金配分の見直しを続けていて、インドや日本も中国の代替先に浮上しているということですが、このあたりはそう感じですか？そうですね、やっぱりインドの方はですね、やっぱ AI 開発とかで、そういったものに非常に資源をですね、集中してますんで、はい、まあ、そういった点ではですね、まあ潜在的な成長率が高いで、こともあって、インドに、まあ、海外資金が流れるっていうのは、まあ、分かりますね、はい、で日本も今、先ほど言ったように今チャンスなので、それを生かすようなあの経済環境を作っていかなきゃいけないということで、はい、政府やそして日銀もですね、安易にもう賃金と物価の好循環が見られますとか言ってですね、あの本当に我々 の財布があの豊かになって、消費があの回復する前にですね、金融緩和の出口を探すようなことをしてはダメだと思いますね、はい、続いてはこちら、日経新聞、五大銀行9年ぶり最高益。五大銀行グループの2023年4月から12月期決算が昨日出揃いました。合計の連結純利益は前の年の同じ期に比べて 51% 増の2兆8964億と、2005年度に3メガバンク体制となってから9年ぶりに最高益を更新しました。3メガの大企業向けの貸出金利、貸出金の利ざやはですね、16年のマイナス金利政策導入後最も高くなりました。三菱 UFJ フィナンシャルグループが5日発表した23年4月から12月期決算の純利益は1兆2979億円と、4月から12月期として最高となりました。三井住友フィナンシャルグループとみずほフィナンシャルグループ、りそなホールディングス、三井住友トラストホールディングスを含む5グループ合算の純利益は24年4月から12月期の2兆4501億円を大幅に上回りました。貸出金利から預金などの調達金利を差し引いた利ざやが海外で拡大し、国内でも大企業向けを中心に収益性が改善しました。この五大銀行の業績、田中さん、どう受け止めますか？
あ、よかったですね、はい、かっこ棒みたいなですねそうですか、棒だ、まあ、これに日経新聞さんが書いてるんですよね、はい、まあ要するに、まあ、何言いたいかっていうと、早くマイナス金利解除を含めて金融緩和を やめればですね、もっとこういったね、銀行株を中心に、はい、まあ、銀行株違う銀行の業績がですね、改善していく、改善する、はい、ね、まあ、別に銀行がね、儲かったからって、我々日本国民の大多数にとってはあんまり関係ないでしょう、はい、ね、銀行はまあ安定したですね、収益を稼いで、はい、では金融システムの不安定化さえしなければいいだけなんですよね、言ってみれば鍵の主役であって、いればいいだけなので、別に五大銀行が9年ぶりに最高益出したから、それが一体何なのかと、多くの国民は素朴に思ってますね。ともかく潰れるなと、はい、あと、さらに経営不安を起こしたり、はい、そしてそれによってですね、貸ししぶりみたいなことがあれば、それはもう大きな問題でしょうけれど、そもそも金融機関自体はですね、本当に、経済の黒子なんですよね、そういったことがですね、なんか最近忘れられているような気がしますよね、はい、なんか銀行益が上がればそれによって日本経済も良くなるみたいなね、はい、本末転倒ですから、日本経済が良くなることによって、五大銀行だ、それで金融機関のね、経営が安定化するっていうのが、まあ、第一義なんですが、はい、どうも例えばね、そういった日本経済新聞さんの記事を読むと、金融緩和をやめることによって銀行の、経営が改善しますと、はい、それで終わりなんですよ。ああ、そこで終わっちゃうんですね。だから日本経済、いや我々の国民生活にあんまり関係ないじゃないですか、はい、ね、だからそういった記事がわりかし目立つかなと、ね、私のですね、濁り曇った目から見るとそういうふうに見えるんですよ。結構私もそう思いますね、それはね。そうですよね。もうね、みんながね、五大銀行グループの、はい、株をですね、全国民が持っていて、いるんであれば、はい、まあね、話は別ですけど、そんなわけないんで、そうですね、銀行の収益が上がることと金融緩和政策を連動させて、なんか記事を書けるって、気楽でいいですね、本当に。もっと我々の方にも向いてほしいですよね。いや、まさにその通りだと思いますよね。銀行を栄えて国滅びてもどうしようもないですからね、ですね、はっきり言って、はい、続いてはこちら、日経新聞、不動産海外勢売り越し、海外の投資ファンドや企業による2023年の国内不動産投資額は前の年に比べ3割減り、5年ぶりの低水準となりました。日銀の政策修正で金利が上昇すると不動産の投資収益が下がる可能性があるとして新規投資を控えました。海外勢は保有物件の売却を増やし、取引額4年ぶりに売り越しに転じました。不動産サービス大手 CBRE によると、23年の海外投資家の投資額およそ1兆円でした。反面売却額、前の年と比べ2倍のおよそ1兆3700億円、差し引きおよそ3700億円の売り越しでした。売り越し額としては18年のおよそ5000億円以来の水準です。23年には海外ファンドによる大型物件の売却が目立ちました。シンガポール政府系ファンドは大阪市の商業ビルを家電量販店エディオンにおよそ540億円で売却しました。国内不動産の投資額が5年ぶりの低水準ということですが、これは田中さんどうご覧になりますか。まあ、やはりですね、海外投資家はかなりこうシビアに日本経済、はい、特に日本の金融政策のあり方に注目してると思うんですよね、はい、やはりこの日本経済の潜在的な成長率はですね、依然として低いままであると、はい、でそれがまあ一見海外の投資家からすると、まあ、不動産市場なんかが以前は魅力的に思えたのは、金融緩和政策がそういったものを支えていたと。でその金融緩和政策がどうも植田、日銀になってからは、まあ、急速に出口を、見出してるんじゃないかと、海外投資勢は思うわけですよね、はい、そうすると元からこの、日本の潜在成長率がそんなに高くないと彼らは、過小評価してると思うんですが、思ってますから、それはやっぱね、不動産市場の将来性について、やや悲観的になって、はい、まあ、不動産の、まあ、売り越しに、つながっていくという形になってると思います。はい、まあ、今のうちにまあ手引こうと。
簡単に言うと、はい、そういった事態になっていると思います。まあ、それで売り越しということなんですね、はい、増えたということですね。今ご指摘あった通り、この海外勢の物件売却が増えた背景に日銀の政策修正があると。今後金利上昇が本格化すると不動産購入時のこの借り入れコストが上がって投資リターンが下がる懸念があると。不動産市況のピークが近いと見て長年保有する物件を中心に利益確定の売りを出したというんですね。理由のもう一つが海外の不動産不況です。金利上昇や在宅勤務の定着で欧米のオフィスビルの価格が急落し相対的に堅調な日本の物件を売って埋め合わせをしようと、まあ、こういう動きが出ているという、これが理由のもう一つです。日銀の金融政策、海外の不動産不況、今後の日本の不動産市場にどういう影響を与えていくかということなんですかね。ただですね、やっぱアメリカや中国の不動産市場に比べて、はい、日本の不動産市場はそんなに悲観すべき状況じゃないと思うんですよね。今お話にあったようにアメリカはね、例えば在宅勤務が増えてしまって、はい、商業不動産の不振難度があると言ってますが、日本はコロナ禍明けてですね、なんか元に戻っちゃってますよね。みたいですね。そういったことを考えると、はい、そんなにですね、構造変化が日本の不動産市場には起こっていないと思いますよね。はい、ただやはりこの日本の、潜在的成長率を海外が、まあ、過小評価していると僕は思ってるんですけど、例えば、まあ、IMF とかのね、はい、経済予測なんか見ると、まあ、今年なんかはまあ高い方なんですが来年以降ねだんだん下がっていくんですよ。それはどうしてかっていうと日本の、今の現状は政府が、財政政策して、底上げしているけれども、来年以降は元の状態、つまり潜在成長率並みに戻ると、はい、それは海外に比べてかなり低いと、はい、で当然潜在成長率が低いとですね不動産の活用と特に商業関係ですね、商業不動産の活用とかまあ、それなりになってしまうという見込みが、まあ、海外投資家や海外のそういったですね予想するような、組織なんかが、まあ、思ってるところなんですが、まあ、それを、まあ、打ち消してほしいですよね。はあ、日本の潜在成長率は、まあ、IMF なんかは 1% 切るぐらいの見込みなんですけど、まあ、それをはるかに上回ってると思うんですけどね。長期停滞で日本を過小評価している、人たちをですねぜひ、まあ、政府主導でね打ち負かしてほしいんですが、岸田さん聞いてますかね。ぜひやってほしいと思いますけれども、はい、時刻7時36分です。時刻7時37分です。今朝のコメンテーターは経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。関東甲信の広い範囲で降った昨日の大雪、東京23区を含めた平地でも積雪が観測され高速道路が通行止めになるなどをしています。東京都全域など9の都県で大雪警報が発令されました。まあ、今朝にかけてこの続いている場所もあるかと思われますが、まあ、とにかく通勤通学、まあ、こちらでくれぐれもですね転倒あとスリップ事故お気をつけになってください。東京消防庁によると降雪路面凍結の影響で都内では昨日夜9時時点で男女40人が路上で転倒するなどして救急搬送されたといいます。まあ、今のところ重症者はいないと。まあ、今朝が心配ですよね。そうですね、なんかこうね時間に焦っていてですから、やはり余裕時間にも持たないと恐ろしいですね。そうですよね。まあ、僕なんかまあ長期通勤者なんで、本当にね時間との勝負なんですが、まあ、こういった時こそちょっと落ち着きたいと思いますね。そうですね。で気象庁によると昨日の夜8時現在の積雪は東京都心で6センチと言われてますが7センチというふうにニュースでは見聞きするようになりましたね。都心での1センチ以上の積雪は2022年おととし2月に2センチを観測して以来と、都心は7センチということですね。まあ、この後も交通情報はこまめにチェックしていただいて、多少の遅れは覚悟して
どこかに移動していただくというのが無難でしょうね。そうですね、仕事関係とかね、はい、うまく調整されて、はい、余裕を持ってね、こういった時こそ、働いたり、また勉強したりね、したいと思いますね。そうですね、はい、さて能登半島地震で甚大な被害を受けた石川県奥能登地域の特産品で製造技術が国の登録無形民族文化財となっている、魚醤いしるが存続の危機に直面していると言います。このいしる、魚介類に塩を混ぜて1年以上自然発酵させたものです。能登の商工会によると、奥能登では江戸時代中期頃から地元名産のイワシ、サバ、イカなどを原料に作られてきたと。設備が損傷した最大のこの大手のですね、製造元は、年内の休業を決めたといいます。県全体の製造量のおよそ7割を占める奥能登、能登町の山佐商事貯蔵用タンクの4割ほどが破損し、1年間の休業を決めました。イワシが漁期を迎えるですね、2月は仕込みの最盛期にあたるんですが、製造体制を整えるのが難しいと判断したと。被害額6000万円に上るといいます。無形民族文化財ともなっているイシル、全部がなくなってしまったというわけではないから、1年それでもかかるんですね。本当ね、いろいろね出てきますね、これ ね、 そうですね、まだ被害の全貌がですね、はい、よく分かっていないと、しかもなんか長期化しますよ ね、 そうですね。今このイシルの話も聞いてみると、はい、なかなかこう難しい問題がいろいろ出てくると思いますね。はい、輪島塗り高齢の、ね、職人さんが多くて、はい、もうやめようかっていう人が結構出てきてるなんて耳にしますんでね。そうですね、で、若いね、継承者の人たちもですね、はい、その技術の継承で非常にこの困っているというような報道も、ね、目にしましたんで、はい、難しいですよ、そのあたりはね、なんとかこの救いの手差し伸べてもらいたいですね、はいはい、時刻7時41分です。この後は武田鉄矢今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーター、経済学者で上武大学教授田中秀富さんです。お伝えしておりますように、昨日関東甲信山沿い山地を中心にですね、大雪となり、東京23区でも7センチの積雪を記録しました。東京都全域、神奈川県全域など一時大雪警報が発令されました。今はですね、大雪警報はもうすでに解除されています。高速道路中心に通行止めが相次いだほか、スーパーなどが閉店時間を早めました。今朝もまだ平地で雪が積もっているところかなりあります。どうぞ積雪、路面凍結による転倒事故などに注意をしてください。午前中、今もお伝えした通り、東京都心などところどころ弱い雨が降ります。もしかしたら一部はですね、雪になる可能性もあるわけですが、午後になるとこの雨や雪はほとんど止みます。茨城、千葉など関東の東部では冷たい雨が残るところもありそうです。まだ時刻もですね、気温も 3.2 度ですし、早めですから、田中さん、くれぐれもこれ歩く方もしくは運転する方、気をつけなきゃダメですね。本当そうですね、特に歩き方はですね、はい、ペンギン歩きでしたっけ。はい、ペンギン歩き、もうそれを徹底していただいてですね、そうですね、本当に用心には用心を重ねてほしいなと思いますね。はい、はい、長い傘なんかお持ちの方はね、危ないなと思ったらちょっと杖代わりにして、こう支えながら歩くなんていうこともできるでしょうしね。そうですね、ともかく本当に雪道に我々慣れてませんので。慣れてません、ね、はい、しかも最近はですね、ちょっと私もですね、年を重ねて、はい、下半身がですね、暴力しているかもしれませんね。かもしれませんと。田中さん、私もです。なんかいつも以上に転びがちになってきたような気がして、これまずいと、下半身気をつけなきゃ、鍛えなきゃダメだなって。やっぱね、油断大敵ですよね。そうなんですよね、いつの間にかね、落ちちゃってる時ありますからね。ありますから、気をつけないとね、はい、で大怪我なんて言ったらね、もう目も当てられませんから。本当ですね、はい、さて鉄道関係もですね、今朝も始発から運転見合わせる路線も出ています。
ますし、首都圏の JR 中央本線の高尾と富士見駅の間、青梅線の青梅駅と奥多摩の間、横浜線の東神奈川と八王子の間、などそれぞれ上下線運転見合わせています。昨日一時ストップしたゆりかもめは今朝始発から平常通り運行してますね。雪の影響で先ほども交通情報郡山さんから伝えていただきましたけれども、一部では徐々に解除もされてますけれども、まだまだこの閉鎖中というところも通行止めがですね、行っているところもあります。ご注意ください。また空の便も、全日空27便日本航空4便今日も欠航が決まっています。こちらもご注意ください。田中さん、今朝もありがとうございました。ありがとうございました。この後はお隣さんをお送りします。おはようテラちゃん、また明日です。今日もいい一日になりますように。